旅をしながらお寺や神社にお参りしようということで、皆さんこんにちは。神社別格アドバイザーのヒデです。ポッドキャストでお送りしている旅をしながらお寺や神社にお参りしようということで、今回のテーマですけれども、スリランカの料理ということでね、少しお寺や神社とはねかけ離れてしまいますけれども、私2023年の7月にですね、スリランカに約2週間の旅行をしてきましてですね、現地の久しぶりの海外旅行を楽しんできたというところでございまして、今までね、いろんな瞑想センターのお話とか、現地のこと少しお話してきたんですけども、今回はね、少しリラックスしつつ、お料理のお話ですよ。ねえ、やっぱり海外旅行といえばね、現地の美味しいご飯を楽しむ。これがね、やっぱり一番大きな楽しみと言っても過言ではないわけでして、スリランカの料理ってのはじゃあどんなのがあるんだろう、みたいなお話をちょっとしていこうかと思っております。スリランカのね、料理といえば、皆さんご存知の、カレーなんですね。場所がね、やっぱりインドに近いっていうのもありまして、スリランカもカレー文化でございます。はい。ほぼ毎食カレーと言っても過言ではないですね。はい。で、現地ではですね、カレーとも言うんですけども、料理名としてはね、カリー&ライスみたいな形で、レストランなんかはメニューが書かれているのがほとんどですね。基本的にはライスがついてカレーとセットになってくるみたいな感じなんです。で、スリランカはですね、あまりこうナンとかを食べる文化はないんですね。で、日本でインド料理のカレー屋さんとか行くと、大体ナンが置いてあったりするんですが、スリランカはナンはね食べないんですね。主食はお米、ご飯、ライスなんですね。でもこのご飯ですかね、お米の種類がめちゃくちゃ多くてですね、お店によってもまちまちなんですけども、安い大衆食堂みたいな、といわゆるこう白いご飯みたいな一種類しかないんですけど、ちょっとビュッフェ形式のお店だったりとか、少し値段の高いようなレストランに入ると、ご飯がね、2種類ぐらい置いてあるとか、3種類ぐらい置いてあるみたいなのが、結構一般的なんですよね。で、自分のその好きなご飯、炊いてるご飯のこの種類みたいなのを選んで選ぶんですよ。で、そのご飯って言っても、なんて言うんでしょうね、味ご飯みたいな、混ぜご飯みたいなのとか、チャーハンみたいな、そういうものじゃなくて、そもそもそのお米の種類が多いんですよ。で、僕たちが知っているタイ米みたいな、細長いやつあるじゃないですか。いわゆるバスマティライスみたいな感じで言われてるやつなんですけど、ああいうちょっと長っぽそういうのもあれば、少しね、短いタイプのもあるんです。でもやっぱりジャポニカ種、日本のお米とはやっぱ全然違くって、粘り気は全然なくてパサパサしてるお米なんですけど、短いタイプのもあれば、赤いお米みたいなのもあったりするんですね。で、それに、あとは、例えば少し炊き方を変えて、こう、ターメリックライスみたいな形で、黄色くなって炊いたご飯があったりとか、そういうのがね、いろいろ選べるのが、面白かったなと思いますけれども。カレーの今度方ですかね。具材になっているのは、鶏とか、牛とか、マトンとか、豚、あとはお魚なんかもありますし、あるいは本当ベジカレーみたいな感じで、野菜カレーみたいなのもやっぱありまして、お店によってまちまちなんですけど、大体、何種類かは置いてあるのが普通なんですね。で、スリランカは、仏教国ですので、インドとは違って、例えば牛を食べちゃいけないですよ、とかね。あと、そのヒンドゥー教徒、イスラム教徒みたいに、豚は食べてはいけませんよとか、そういうのがないので、レストランに行くと、鶏も食べれば、牛も食べれば、マトンも豚もみたいな、大体何でも食べる文化なんですね。そこは非常にこう日本と似ているかなと思いますけれども、僕がね、一番感動したというか、美味しかったなと思ったのは、やっぱり魚のカレーでしたね。この鶏のカレーとかね、チキンカレーとかね、牛のカレーとか、大体こうイメージ通りなんですよ。こんな味だろうなみたいなのが想像がつくんですけど、魚だけはですね、やっぱ食べたことないものが出てきますね。調理の仕方がやっぱ独特というかね。具体的には僕は魚のカレーを2種類ぐらい食べたんですね。まず1個は、レイクフィッシュみたいな形で、多分川魚かなんかだと思うんですけども、それを、香辛料でグツグツ煮て、で、出てくるタイプのカレーだったんですけど、あれも少し魚臭さはあるんですけど、やっぱりカレーのスパイスがたくさん効いていって、煮込んであるんで、もうほんとスパイスで、包み隠している、みたいな。だからそういうのが非常に印象的で、全然臭みみたいなのが
気にはならなかった。臭みは少し残っているけど、気になるほどではなかったんですね。やっぱこうやって、上手に包み隠して、そういう匂いがきついお魚とかも、大事に食べてるんだなーっていうふうに思ったのが、印象的でしたね。で、もう一個食べたカレーは、もう本当めちゃくちゃ大衆食堂、スリランカの現地の人たちがひっきりなしに、こう、立ち食いそば感覚で行くようなカレー屋さんで食べたお魚で、それはね、サバとか、イワシの、煮付けみたいなのあるじゃないですか。缶詰になってるやつ。あんな感じの、醤油っぽい感じので煮付けた、魚がカレーの中に入っているみたいなのがあって、これもね、非常に美味しかったんですよ。結構ね、身も大きくて、ほんとイワシ1匹分ぐらい入ってるような感じで、で、しかもそこのカレー屋さんは大衆食堂だったんでね、日本円にして200円しないぐらいで食べられたのがね、すごい奇跡だったんで、それがね、本当美味しかったなと思いましたね。で、そのスリランカのカレーっていうのは、その日本のカレーライスと決定的に違うところっていうのがあって、その日本のカレーライスは、まずご飯があって、それにルーをジャラジャラジャーっとかけて、こう、それを混ぜ混ぜしてこう食べていくわけじゃないですか。もうスリランカのカレーっていうのはですね、基本的にこう何種類もお皿の上にいろんなものを乗っけてカリー&ライスなんですよ。だもちろんメインのそのチキンのカレーとか魚のカレーみたいなのがまずドーンとあって、で、その横にですね、必ず付け合わせがね、ついてくるんですね。で、その付け合わせが例えば豆のカレー、ダルカレーみたいなのがついてきたり、向こうの言葉でマンルンっていうのがあって、これはね、青菜のこう細かく刻んだやつをちょっとココナッツとあえて、食べる、箸休めみたいなのが、こう、ついてくるんですね。で、そういうのがついてきたりとか、あとは、インゲンのカレーみたいな感じですかね。これも非常にマイルドに作った、全然辛くなくて、香辛料もそんなにビリビリに効かせてるようなやつじゃなくて、こう、本当にマイルドに味付けしたインゲンのカレーみたいなとか、あとはね、サンボルとかね、いう、ふりかけみたいなのがあったりとか、そういうのも、お漬物感覚でそういうのがついてくるんですね。で、その付け合わせとメインのカレーとが一つのお皿に、こう、ちょんちょんちょんとこうね、小分けにされて乗ってきて、で、それをこう少しずつですね、お皿の上で混ぜていくんですね。その付け合わせの豆カレーだったり、青菜だったりっていうのをメインのカレーとごじゃごじゃごじゃってこう混ぜて、ご飯と混ぜて、で、自分の中でですね、こう、お皿の上で混ぜご飯みたいな形を作って、で、向こうの人は手で食べるので、手でそれをギュッギュッと掴んで、口の中に入れていくっていう、そういう食べ方をしているんですね。なので、その、一口一口がですね、やっぱ全然違う味になるんですね。カレーをいっぱい取ればカレーの味になるし、そういう青菜をたくさん取れば青菜の味になるし、そういう漬物をたくさん取れば漬物の味になるし、みたいな形で、こう味変みたいなのをしながら、カリー&ライスを食べていくっていうような食べ方になっています。はい。で、その主食の話をね、今日冒頭にしまして、お米の種類がいっぱいあるよって話もしたんですけど、スリランカはですね、基本カレーなんですよ。毎食ね。ほぼほぼカレーなんですよ。なので、主食を変えることで、その食にアレンジっていうのを加えていくような文化っぽい感じなんですね。例えばそのお米もさ、たくさん種類があるんだけど、それ以外に、例えばストリングホッパーっていうやつがあってですね、これは多分米粉なんだと思うんですけど、それを練って、ところてんみたいにニュ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 って出して、こう、見た目がそうめんみたいなですね、麺があるんですね。で、そのストリングホッパーみたいなのに、そのカレーをかけて食べるみたいなのもあったり、あとはロティっていうですね、これも小麦を練って、で、それをフライパンみたいなのを焼いて、ちょっとカリカリにした、なんていうんですかね、ふっくらしないパンケーキみたいなんですかね。多分あれ、ふくらしの、この重曹とかベーキングパウダー入ってないのと思うんで、その小麦粉を練って、フライパンで焼いて、両面ひっくり返してみたいな感じの、そういうパンみたいな感じ。それがロティっていうのがあって。ロティはね、日本人はちょっと抵抗がある人もいるかもしれないですね。なんて言ったって味気ないんですよ。で、全然ふかふかしてないんで、こう食べるのも、こう少しこう、噛んで、しっかり、噛み締めていかないと、口の中でこう、もごもごしちゃうような、そういう食べ物だったりするんで。でも、そのロティを結局、カレーをつけて、食べたりするんですね。
そう、まあそういう感じで、スリランカは、まあ、カレーがもうほとんど食事の中心なんだけれども、まあ、主食の部分を変えて、こう味の変化みたいなのを楽しんでるんだなっていうのね、向こうに行っててね、気づきましたね。はい。あとはですね、結構一口スナックみたいなのも結構ポピュラーですね。街の至るところにやっぱ屋台みたいなのとか、物売りの人がこう自転車の後ろの荷台のところに、まあそういうのをつけてたりとか、第8車とかリアカーみたいなのを改造して、物売りしてたりするような人が結構たくさんいるんですけど、そういうところでそのスナックをたくさん売ってるんですね。で、例えばワデーっていう 食べ物があって、で、ワデーっていうのも、なんか見た目はね、ドーナツみたいな感じの形状してるやつとか、マドレーヌみたいな形状してるやつとかあるんですけど、まあ、要はね、なんか揚げ物なんですよね。例えば豆みたいなのをすりつぶして、で、それを揚げたワデーがあったりとか、まあ、小麦みたいなのを潰して、中にこうカレーとかいろんなスパイスとかを入れて、揚げたワデーとか、もうとにかくその揚げ物みたいなのワデーみたいなのですね。で、これね、ほんといろんなところに売ってるんですよ。もう大体もうどこの通りでも売ってたりとか、あとはですね、バスとか、電車の車内をね、物売りの人って乗ってくるんですよ。で、その人がですね、いつもワデ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 って言ってですね、ずっとワデワデ連呼しながら、ね、車内をこう売り歩いてる人とかいるんですね。まあ、それがね、印象的でも、ワデ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 ーってのが遠くから聞こえてくる、ああ、ワデの人来たな、みたいな感じでね、電車とかバス乗ってる時にですね、思い出しますね、その風景っていうのをね。それは結構ね、買ってる人いましたね。あとはなんかね、ベビースターラーメンみたいなのも売ってるんですよ、結構。これも物売りとか、そういうちっちゃいお店、商店みたいなところに行くと、必ずベビースターラーメンみたいなのを売ってるコーナーみたいなのがあって、それを、スーパーにある、なんていうの、サッカー台のとこにある、こう、袋にこう詰める台のとかにある、透明のビニール袋あるじゃないですか、ガリガリガリってタダでもらえるやつ。あれみたいなのに、ベビースターラーメンみたいなのをジャ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 って入れて、で、100g いくらみたいな感じで売ってるんですけど、あれもね、買いましたね。2回ぐらい買いました。まあ、ちょっとしたこうビールのおつまみにこうちょうどいいくてですね、ホテルに持って帰って食べたりとか、あとはバスの車内とかで、まあ、ちょっと小腹が空いた時に食べるのに、すごいちょうどよくって、そのベビースターラーメンみたいなの食べましたね。うん。味は、ちょっとやっぱ日本のベビースターラーメンとか、ああいう麺菓子みたいなのよりも、ちょっとだけね、油っぽい感じがしますね。多分油で揚げてあれ作ってるんだと思うんで、ちょっとね、油臭い感じがちょっと日本のものに比べると若干あるかな。で、塩分もね、ちょっと濃いめに作ってありますね。まあそれがスリランカの暑さの中では非常に心地がいいんですけどね。そんなのも食べた記憶がありますよ。あとはそうですね。道端でよく買えそうなものだとフルーツですかね。フルーツもやっぱバラエティ豊かですよ。南国っていうのはなんであんなにフルーツが豊かなんですかね。もうめちゃくちゃね、種類が多いし、露店みたいなのとか、その物売りの人がね、これも至る所にいてですね。まあ、定番はですね、僕が見たのは、例えばパパイヤ、バナナ、スイカ、あとランブータンとかもよくありましたかね。で、パッションフルーツ、リンゴみたいなのが売ってるのが結構多かったですかね。うん。で、僕もバナナを買ったりとか、ランブータンかな、を買ってみたりとか、その露店の人から買うことっていうのが何回かあって、で、すごい安いんですよ。とにかくフルーツがやっぱ安くって、で、やっぱちょっとつまんだりするのとか、朝食代わりにフルーツを食べたりするのに、まあ、使ってましたかね。で、もちろんスーパーとかでも、まあ、フルーツは売ってまして、スーパーで買うこともできます。はい、ただ、その露店の人からね、買った方がね、ちょっとだけ安かったりもする。だからうまくこう交渉みたいなのをしたりとか、おじさんから買うのが抵抗がなければね、スーパーで、値札がついてるのを買うんじゃなくて、そういうおじさんから買ってみるのも、なんか面白かったなぁ、なんて記憶がありますね。で、僕は瞑想センターっていうところにですね、スリランカにいたうちの、まあ、2週間のうちの半分ぐらい、まあ、約1週間ぐらいをですね、その瞑想センターっていう施設の中で、まあ、過ごしてたんです。で、この瞑想センターは、そのスタッフの方がいらっしゃってて、1日2回ですね、僕たち修行者に、まあ、食事を出してくれる方がいるんですね。で、この食事は、まあ、バラエティ豊かでいろいろ美味しかったんですけど、
1日2食しかね、食べられないんですね。朝ごはんとお昼ごはんしか食べちゃいけないよっていう、まあそういう仏教のしきたりに従って運営されてるんです。でも、僕たちは出家者ではないので、どうしても、こう、日常とかかけ離れた生活を急にすると大変だよねってことで、そこの施設はね、在家の僕たちには、夕方6時からね、軽食の時間っていうのが一応作られてるんです。で、その軽食の時に、まあちょっとパンとかビスケットとか、あとそのフルーツみたいなのを食べていいよってことで、一応まあ置いてあるものをまあ自由に食べれるようになってて、その時に出てきたフルーツ、これがね、なんか結構面白くって、バナナとか、パパイヤとかは別にまあまあいいとして、パッションフルーツをね、丸1個、取っていいよみたいな時があったんですね。で、パッションフルーツってどうやって食べんだろうと思って、食べ方がわからなかったんですよね。なので、隣の人たちの、食べてるのを、見よう見真似で食べまして、パッションフルーツって見た目はこう、パパイヤみたいな感じの、こう、紫のやつなんですけど、それをまあ、パカッと半分にですね、ナイフで切って、で、その中身を食べるような感じなんですけど、その中にですね、その、トロトロになった、なんだろうな、オタマジャクシが生まれる前のカエルの卵みたいな、そういうブニュブニュになった種みたいなのを食べていくのがパッションフルーツなんですよ。で、それを、そのブニュブニュになった、その黄色っぽいドロドロの種みたいなのを、その身からですね、スプーンでそれをすくい出して食べるんですけど、まあね、酸っぱいんですよね、パッションフルーツ。その酸っぱい酸味がパッションフルーツの一番美味しいところなんですけど、まあ、それをみんなが周りの人たち食べて、こうやってほじくって食べてて、僕もね、その種を一生懸命ほじくってですね、食べた記憶がありましてですね、あ、こうやってパッションフルーツってのは食べるんだって、で中身こういう風になってんだみたいなのね、初めて知りましたかね。あと、その瞑想センターで出てきた面白かったのがね、アボカドがね、出てくる。アボカドはフルーツっていう立て付けなんですね。僕たち日本だとサラダに入ってたりとかね、なんかカルパッチョに付け合わせで入ってたりとかね、アボカドって何かとミックスして食べることが多いと思うんですよね。クラッカーに乗せて食べたりとかさ。で、そこ、スリランカはですね、ままで食べるんですよね。そのままスナックの時間にですね、半分に割られて種をくり抜いた状態の、アボカドがそのテーブルの上に並べられましてですね、これもどうやって食うんだろうと思って、周りの人が食べる風景っていうのは、最初ちょっと様子見てたらですね、その半分になったアボカドにもみんないきなりスプーンをブズッとやってですね、ネトニトになった緑のやつをそのままパクパク食べるっていうですね、そんなに美味しいなとは思いませんでしたね。そのまま食べてもね。そう、アボカド好きな方いらっしゃってね、熱烈なアボカド好きっていると思うんですけど、そのままだけだとね、なんとなく味気ないですね。アボカドはね。で、他の人たち何人かの人はですね、蜂蜜みたいな蜜をね、アボカドにニュニュってかけて甘くして食べてたりとか、蜜がなかった時あったんですよ、アボカド出てきてるのに。その時はね、コーヒーとか紅茶を飲むところから砂糖を持ってきてですね、スプーンで自分でアボカドに砂糖をババッとかけて食ってるみたいな人もいたりとかしてですね、なるほど、そうやって食うんかいとか思いましたね。はい、あとその瞑想センターでいろんなお食事出てきて、朝食の時とかね、ヨーグルトとかも出てきたんですね。で、スリランカのヨーグルトっていうのは、日本のヨーグルトみたいな牛乳で作るヨーグルトじゃなくて、なんか水牛の お乳で作ったヨーグルトで、名前がカードっていう名前で売られてるやつなんですね。で、このカードっていうヨーグルトが、独特な味で面白かったですね。結構ね、酸っぱいんですよ。酸味の強いヨーグルトでございまして、そこに、そのまま食べるとね、やっぱちょっと酸っぱみが強くて、皆さん向こうの人たちは、なんか蜂蜜みたいな、キトゥルって呼んでましたけど、そのキトゥルっていう蜂蜜みたいなのを、ニュー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 とかけて、で、混ぜて食べるみたいな感じですので、そうするとね、程よい酸味と甘さが、こうマッチングしてですね、美味しいなと思いましたね。そう、このカードはね、結構僕も感動して、その瞑想センターチェックアウトして観光してた時も、途中スーパーとかでね、見つけては買って、
で、ホテルの冷蔵庫に入れといたりしてですね、朝食、ホテルで食べない時とかは、自分の部屋でそのカードに3つかけて、食べて、それを朝食代わりにするみたいな風にして過ごしてたんで、非常に思い出深い食べ物の一つかなとは思っています。はい。まあでもね、スリランカの、まあ、食べ物として一番やっぱ有名なのは、紅茶なんじゃないですかね。まあ食べ物じゃなくて飲み物ですけれどもね。まあスリランカっていうのは旧国名がセイロンっていう名前でして、まあセイロンティーで有名なんですよね。まあ世界最大の、まあお茶の産地なんですけれども、向こうの人たちもやっぱりね、お茶をする習慣っていうのが非常にありまして、まあ一日何回もね、紅茶を飲む方っていうのが多いなんですね。で、最近は、やっぱりコーヒーの文化っていうのも非常に浸透してきていて、コーヒーを飲まれる人の割合っていうのもなんか増えてるそうなんですけど、まあ、まだまだね、紅茶の文化もあって、で、僕がいたその瞑想センターも、コーヒーと紅茶は、まあ、いつでもそのティータイムの時とかに、まあ、自由に飲んでいいですよっていう風になっていて、置いてあるんですね。で、その向こうの人のその、紅茶の飲み方なんですけど、もうね、砂糖もいっぱい入れるし、ミルクもいっぱい入れるし、もう甘々にして飲むんですね。日本で紅茶飲む人って結構今ストレートで飲む人も多いと思うんですよね。だからそんな渋みも強くなく、苦味も強くなく、マイルドな感じの紅茶が結構受け入れられてると思うんですけど、向こうの紅茶はですね、やっぱ渋みとか、酸味とか、苦味みたいなのもやっぱある程度バランスよく入っていて、で、そこに、脱脂粉乳みたいなスキフミルクを入れて、で、お砂糖もですね、こう山盛りスプーンで多い人はね、2杯ぐらいドバドバっとね、マグカップに入れてですね、甘くして飲むんですよね。で、街中に行くと、そう、屋台みたいなところでですね、そのミルクティーみたいなのを売ってる人もいて、まあ、そういうのキリテって言ってですね、で、コップにその上から、なんていう、夜間みたいなので、高いところからね、コップに注ぐんですよ。そうすると、こう、ジャバジャバジャバってこう泡立った状態にして、なんか少しこう、泡立ちカプチーノみたいな雰囲気の、紅茶にしてこう出されるんですよ。で、安いところだと本当安くて、数十円で飲めたりするんで、結構屋台の周りにですね、もう、おじさんたちが群がって、コップ片手にタバコ吸いながら紅茶してる人とかもね、いたりするのが、結構向こうの日常的な風景でしたね。そう。で、そのミルクティーを飲む文化ってのはあるんですけど、インドとちょっと違うのが、チャイみたいなにして飲む人っていうのはね、結構少なかったんですね。チャイ屋さんっていうのはなかったんです。お店に行っても、そのスパイスティーみたいなのがね、少ないんです。チャイっていうのは、まあ、インドで結構有名だと思うんですけど、なんかシナモンとか、クローブとかカルダモンとか、そういうスパイスを、煮出してですね。で、それに紅茶を出してミルクティーみたいなにして、楽しむお茶なんですけど、スリランカはですね、あんまりこう、チャイを飲む習慣っていうのはなかったんですよね。皆さん普通のノーマルのミルクティー、甘々で、みたいな感じの飲み方だったのが、特徴でした。スパイスはね、あって、スリランカにもたくさんあって、日常的に使う文化なんだけど、なぜかね、紅茶にはあんまり入れないんですよね。それは何なんだろうなーってのはちょっと思いましたけどね。ちょっとなんか、マイルドにして、マイルドっていうかね、さすがにお茶ぐらいは、スパイスを入れずに飲みたいみたいな感じの習慣なのかな。ちょっとその辺ね、謎のままでしたけれどもね。はい。ただね、僕がその2週間ぐらいの旅行の間で、一番食事で感動したのって、どんなだったのな、今思い起こしてみるとですね、一番の思い出は、瞑想センターにいた時にですね、なんていうんですかね、寄付をしてくれる、その食事を寄付してくれる方が来た時のお料理だったんですよ。これがほんとすごくってですね、僕たちがですね、午前中、まあ瞑想をして過ごしていた時にですね、まあワゴン車が1台瞑想センターに到着して、で、そのワゴン車から、ご家族たち何人も、7、8人ぐらいいたかな、ゾロゾロと降りてきて、みんな子供たち、おじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さんがですね、手にですね、お鍋とか、こうお皿とか、そういうのをたくさん持ってきてるんですね。で、それをキッチンに並べ始めてですね、で、僕たちのお昼のランチタイムになると、どうぞ召し上がってくださいっていうですね、持ってきたお料理を寄付してくれる人ってのがいたんです。
で、初め僕はその状況が全然つかめなくてですね、このおじさんファミリーたちは誰なんだろうっていうふうに、まあその一緒に修行してた人たちに聞いたんですね。して、その友達のその修行者の人たちが答えた言葉が、旦那だって言うんです。彼らは旦那って言ってきたんですね。旦那さんですって。旦那っていうのはですね、仏教の用語で、なんて言うんですかね、お布施をする人たち、修行者たちの、まあ、保護者みたいな、寄付をしてくれる人、みたいなものを、まあ、旦那って言うんですね。で、今でも旦那さん、旦那さんって言うと思うんですけど、ご主人のことをね、旦那さんって言うと思うんですけど、旦那っていう言葉は、実はその仏教用語で、まあそういうのから、まあ実は来てるんですけど、まあ、例えば檀家っていう言葉と繋がってくるかな。お寺の檀家さんみたいな形で、繋がったり、旦那寺っていうふうに言ったりもしますけれどもね。そういうので、その寄付をする人のことを、まあ旦那っていうんですね。で、その旦那さんがですね、やっぱ瞑想センターにその寄付をしてくれるんです。で、それはまあお金を、もしかしたら瞑想センターに寄付してたのかもしれないですけど、まあそういった形で、食事を修行者の人たちに提供するっていう、まあ寄付のシステムっていうのもあったんですね。で、この寄付をしてくれる人たちはですね、きっと朝から作ったお料理をもういっぱい、僕たちのために用意してくれてるんですね。で、品数ももうびっくりするぐらいたくさん作ってきてくれるんです。カレーもいろんな種類があったし、その付け合わせのお料理、おかずなんかももうたくさんの種類を作ってきてくれて、デザートのおやつも何種類もあって、フルーツも何種類もあって、もうこれをもう朝から準備してくださってですね、キッチンのところにこう並べてくれて、さあどうぞ召し上がってくださいっていう風にしてくれるんですね。で、もうこれ本当ね、感動したの、本当ホテルのビュッフェみたいにして並ぶんですよ。それは見た目はね、家庭料理ですよ。お家の人たちが仕込んで作ってきてくれたお料理だから、決してその豪華な盛り合わせでもないし、見た目がね、豪華ってわけではないんだけど、種類の多さ、もうこれにね、感動しまして、やっぱりね、家庭料理っていうのは、ね、現地の本格的な料理ですよ。だからね、高級レストランやホテルで食べるお料理っていうのも、まあそれは楽しみとしてあるかもしれないけど、現地の人たちが普段どんなご飯食べてるのかな、これをね、知るっていうのも、まあ非常に海外旅行としては魅力でもありますよね。で、そのカレーですね。いろんな種類のカレーが、そこの台にうわっと並んだ時のこの感動。これはね、なかなか変えがたい、お伝えもしがたいし、他に変えがたい体験でしたよね。感動しました。で、僕はそれを話を聞いてね、この旦那の人が持ってきてくれたんだよーってのを聞いて、で、そのビュッフェのところからですね、カレーをもうモリモリにして、普段食べる量よりもね、こんなにたくさん作ってくれてるからね、いっぱい取らなきゃって取ったんです。そうすると、その寄付してくれたおじいちゃんとかね、お父さんたちがですね、いや、もっと食べてくださいと。ぜひね、皆さんにはたくさん食べてほしいから、どんどんってね、もうどんどん僕のお皿によそってくれるんですよ。向こうの人が持ってきて、食べてください、食べてくださいって、言ってくれるんで、たくさんいただきました。で、そのおじいちゃんとお父さんがね、僕のお皿によそってくれるときにですね、まあ、なぜかね、僕にこう手を合わせてくるんですよ。どうぞ、お疲れ様です、みたいな感じでですね。僕に手を合わせて合唱をしてくるもんですからね。僕もありがとうございますと、こう、ご飯を作って用意してくれてありがとうって、こう、合唱して、あ、どうも、みたいな感じで頭下げたらですね、もうますます深々とですね、そのおじいちゃんとお父さんがですね、いやー、どうも、つって。まあ僕はね、日本人だからっていうのもあって、やっぱ物珍しいわけですよ。で、そんなね、日本人のやつが、山奥の瞑想センターにこもってですね、修行してるなんていうのを見たら、まあ向こうの人もちょっとこう、不思議に思ったんでしょうね。なので、僕が手を下げ、合わせてですね、ありがとうってやったら、もう深々とですね、手を、向こうの方も手を合わされてですね、僕に対してですね、頭を下げられるんですよ。変な気持ちになりましたね、なんかね。僕が半分にわかもんでね、言って、ああだ、こうだ、わーぎゃー言って修行してるんですけど、そんな人に対してね、ありがたい、ありがたい、みたいな、日本から来てるんですかぐらいのその勢いでね、そうやって寄付してくださる方がいたのを目の当たりにしましてですね、非常に複雑で面白い気持ちになった記憶がありますかね。はい。で、本当フルーツもね、その後 おやつのお菓子もね、もうたくさんお皿に盛られまして、もうなんかパンパンでね、午後の瞑想がもうすごい眠くなった記憶がありましたけどね、まあ、そんな形でお食事をいただいたっていうのが
非常に感動した記憶に残る食事だったかなと思っています。まあ、こんな感じでね、やっぱ、向こうは、きっとそういう瞑想センターにも、そう、寄付をする人がいるんで、お寺にもね、寄付をする習慣っていうのがあるらしいんですね。で、それはそこにいた、海女さんとか、修行者の方に、聞いてですね、寄付をする旦那の人っていうのは結構一般的なんだよっていうふうに言われて、多い時には週に1回ぐらい、旦那の人が来て、食事の寄付っていうのをしてくれるんだよ、みたいなのをね、教えてくださったんで、ああ、なるほどな、スリランカっていうのはそういう、まあ、ね、お寺や瞑想センターの人たちに、寄付する習慣あるんだっていうのをね、知ってですね、非常に興味深いなっていうふうに思いましたね。まあ日本でもね、お寺や神社に、まあ、寄付をされるとかね、行事のごとにですね、そういう、まあ、寄付金みたいなのを出される方とかもいらっしゃると思うんですね。協賛金みたいなの出されたり、お祭りの時とかにね、少しご祈願をお願いするのと一緒に、そうお金を少し包んでお渡ししたりみたいな文化はあると思うんですけど、まあ、最近になってね、この令和の時代になると、まあ、そういうお付き合いをしてお金を渡すとか、あるいはお金じゃなくても何かのお手伝いをする、お掃除のお手伝いするとか、お祭りの準備のお手伝いするとかっていう文化、まあ、だんだんなくなってきたなと思いますよね。まあ、僕も、まあ、比較的少ないですよ。やっぱお寺さんとか神社さんとかとお付き合いするようになってね、こういろんなものにおで関わることは多くなりましたけども、まあそれより前で若かった頃、お寺さんや神社さんにね、お金を包んでお渡しするとかね、あるいはなんかボランティアで奉仕するみたいなのは、まあなかったですよね。で、そういうのから比べると、まあ、スリランカっていうのはまだまだそういう昔懐かしいというかね、古き良きみたいな文化がまだ残っているんだなっていうのはね、知れたのもすごく良かったなと思っています。まあ、ということで今日は、まあ、スリランカのお料理ということでお話をしてまいりましたが、いかがだったでしょうかね。スリランカ編はですね、この後動画がもう2本ぐらい上がる予定ですけれども、一旦、そのあたりでね、打ち止め、まあ、しばらくシリーズでお伝えしてきましたからね、皆さんも、まあ、そろそろお腹いっぱいになってきたかなと思うし、まあ、僕もね、いろんなことをお伝えできたかなと思っています。また引き続きですね、動画でいろんなご紹介をさせていただくとともに、ポッドキャストの方でもね、いろんなお話を皆さんと一緒にしていきたいなと思っています。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。お送りしましたのは、神社別格アドバイザーのヒデでした。また次のポッドキャストでお会いしましょう。それではまた。